スパイクフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻艦名は、マカジキや風イカジキの別称である、スパイクフィッシュにちなんで命名された。学術上は、カワハギ科に記念な、ベニカワムキ科の魚にスパイクフィッシュの英名が付けられているが、アメリカ公文書は、カジキの愛称を由来とみなしている。スパイクフィッシュは、 アメリカ海軍の潜水艦で初めて1万回の潜水を記録した。マカジキ・スパイク・フィッシュは1944年1月29日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。4月26日にハーベイ・ダブル・ムは夫人によって命名浸水し、6月30日に艦長ニコラス・ジェイ・ニコラス・チューサの指揮下収益する。スパイク・フィッシュは 偽装が完了すると7月31日に出港、ポーツマスからニューロンドン沖の海域で訓練を行う。9月16日にポーツマスを出港し、パナマ運河を経由してハワイ諸島に向かった。10月23日に真珠湾に到着すると最初の紹介に向けての準備を開始した。11月15日、スパイクフィッシュは最初の紹介で千島列島を呼び、 オホーツク海方面に向かった。占い森島からウルップ島、エトロフ島とめぐって、カラフト近海を紹介。しかし、この紹介では味方とソ連戦を見たのみで敵艦に、遭遇することはなく、攻撃機会もなかった。1945年1月1日、スパイクフィッシュは64日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。 1>, 1月26日、スパイクフィッシュは2回目の紹介で、南西諸島方面に向かった。2月24日、スパイクフィッシュは、北緯29度05分統計127度24分、北緯29.083度統計127.400度、29.083127.400。29. の悪石島近海で6隻の貨物船と4隻の護衛艦からなる船団を発見し、2隻の貨物船に向けて魚雷6本を発射し、3つの命中音を確認した、ものの護衛艦の反撃により4時間の間、80発にも及ぶ爆雷攻撃を耐えることとなった。3月5日にも、北緯29度20分、東計129度30分、 北緯29.333度統計129.500度、29.333129.500の悪石刀近海で別の戦団と遭遇し、魚雷を2度にわたって合計6本発射したが戦果はなく、再び護衛艦による反撃を受けた。スパイクフィッシュは翌3月6日に紹介終了の命令を受けた。3月19日、 スパイクフィッシュは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰島艦長が、ロバート・アール・マナハンに変わった。4月19日、スパイクフィッシュは3回目の紹介で、ドラゴネットと共に、台湾近海に向かった。グアムアプラ港に気候し燃料を補給した後、5月3日に、個別に出撃し、台湾東部海岸で、救助艦任務に着いた。 この間一名も救助することなく、敵艦の確認も5月14日の夜に一隻のみであった。この敵艦に対して、魚雷4本を発射したものの前段が外れた。5月29日、スパイクフィッシュは、先島諸島沖の救助配置を命じられ、同海域で空母艦載機部隊の救助艦任務に当たった。6月5日に石垣島宮永地区へ5インチ砲による、 艦砲射撃を行った。その2日後、スパイクフィッシュは墜落した、護衛空母、サージャントベートー再起のパイロットを救助した。6月13日、スパイクフィッシュは52日間の行動を終えて、アプラ港に帰島した。7月8日、スパイクフィッシュは4回目の紹介で、東、シナ海及び、公海方面に向かった。海方面を行動した後、上海沖で、 救助艦の任務に就いた。7月24日、夕刻スパイクフィッシュは、レーダー基地を破壊するため、中国沿岸のサーベイヤー島に対して、艦砲射撃を行った。8月10日の真夜中、救助艦任務に当たっていた、スパイクフィッシュは、北緯28度37分、統計124度13分、北緯28.617度、統計124.217度、 28.617124.217の地点で日本の小型貨物船に接近したが深夜のため確認することができなかった。貨物船は停泊しておりスパイクフィッシュは翌朝まで待機した。夜が明けると味方ではないことを確認して砲撃を行って撃沈し3名の生存者が救助された。8月13日の夜スパイクフィッシュは 北緯29度32分、統計124度52分、北緯29.533度統計124.867度、29.533、十 29. 2 4 8 6 7の上海南東190マイルの地点で浮上した潜水艦をレーダーで発見する。約1時間ほど、これを追跡したが、潜水艦は先行し、スパイクフィッシュの視界内から一旦姿を消した。 日付変わって8月14日の0時7分頃スパイクフィッシュは潜水艦を再び発見。念のため、司令部に時間近辺の味方潜水艦の動向を問い合わせ、スパイクフィッシュ以外の味方潜水艦が周辺にいない旨の返事を確認してから攻撃体制に入った。スパイクフィッシュは朝まで追跡を行い、潜望鏡でその艦艇を確認すると、 日本海軍の潜水艦であった。スパイクフィッシュは、北緯29度02分統計123度53分、北緯29.033度統計123.883度、29.033123.883の地点で、魚雷6本を発射。うち2本が命中し、潜水艦は、爆炎の中沈没した。唯一の生存者が捕虜となり、 この潜水艦は E373 であったことが判明した。E373 は太平洋戦争で戦闘行為で失われた最後の日本海軍潜水艦だった。8月15日、戦争は終了しすべての交戦状態を停止する命令を受ける。8月21日、スパイクフィッシュはサイパン島に寄港して捕虜を上陸させた。 8月31日、スパイクフィッシュは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。スパイクフィッシュは9月6日に放と共に、本国東海岸へ向けて、真珠湾を出港。9月23日に、パナマ運河を通過し、29日に、コネチカット州、ニューロンドンに到着した。11月1日に、ポーツマス海軍造船所入りし、 1946年2月15日まで、オーバーホールが行われた。母校のニューロンドンに帰還すると、第二潜水船体に配属され、潜水艦訓練生の訓練を行う。スパイクフィッシュの訓練任務は1947年4月7日から9月22日までの、オーバーホール、9月25日から10月2日までの、バムダ巡航 フィラデルフィア海軍造船所での1948年5月16日から7月8日までのオーバーホールで中断された。その後は1955年までニューロンドンを拠点として東海岸をバミューダからノバスコシアまでの範囲で巡航を行った。1955年4月30日にスパイクフィッシュはパイパーと共に出航し、 地中海で第6艦隊配備に就く。1955年10月8日にニューロンドンに帰還し、通常任務を再開。1963年初めまで訓練任務に当たった。1960年3月18日にスパイクフィッシュはアメリカ海軍の潜水艦として初めて1万回の潜水を記録した。 スパイクフィッシュは1962年にアグスマイナス404に艦種変更された後1963年4月2日に退役し1963年5月1日に除籍される。スパイクフィッシュは1964年8月にニューヨーク州ロングアイランド沖で標的艦として沈められた。スパイクフィッシュは 第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。